When Jet Set Radio landed on Sega's Dreamcast console in the summer of 2000, gamers were dazzled by the stunning cel-shaded graphics and soundtrack. Jet Set Radio also featured innovative gameplay and mechanics, allowing you to traverse various eye-catching locations while recruiting for your gang, the GGs. The tagging Blue Boy attitude and cutting-edge tunes have made it an extremely memorable title that forged a loyal following from both general gamers and core Dreamcast lovers alike. And now, on the eve of the original Jet Set Radio being re-released in HD for modern platforms, how did the original classic game come together? What's going on? What's going on? What? I don't understand what's going on here. Jet Set Radio was produced by Sega's first-party developer, Smilebit. Originally known as the AM6 team, they were tasked with developing new titles for the Sega Dreamcast. ちょうどZ世代を作った時が90年の終わりぐらいで、すごい、ポップカルチャーとか、あと、東京のその若いカルチャーっていうのがすごい活気があって、ですごい色使いもポップだものとか、キュートなキャラクターみたいなのがすごい もてはやされた時期があって、あと音楽とかもミクスチャーって言って、そのビッグビートとか、ロックとそのDJ文化とかの融合みたいなカルチャーがすごい流行ってた時期があって、で、その中でその、ちょっと昔のそのヒップホップのカルチャーとかもちょっとリバイバルが来てるのとかが、ちょうどなんか、 自分がその時好きだったもの、いろいろ影響を受けて、で、その、なんとかそのゲームで、その時の僕が若い時に感じた東京の、そのポップなイメージをちょっと世界に発信したいな。 ビジュアルを、そのビジュアルから受けるインパクトだったり、そのイメージだったりっていうものを形にするところが入ったので、初めはその、なんだろうな、インラインスケートのゲームで、っていうところも、なんとなくしか決まってなくて、で、グラフィティっていう要素はあったかな、あったかなかったかぐらいなところでですね、 要は、アドベンチャーゲームにもやろうと思えばできたと思いますし、RPGにもできたと思いますし、シューターはなかったと思いますけれども、いろんな選択肢を考えて、だけど複雑なものではなくシンプルなゲームにしようとしていたので、その試行錯誤が、要は絵を描くだけで面白いゲームっていうのはできないだろうか。 だとか、街をとことか歩くだけで楽しいゲームってできないだろうか。だとか、そのいろんなことを試行錯誤して作ってたんで、なかなか面白くならなかったんですよ。それで、その面白くないのを上司に見せると、すごい怒られるじゃないですか。お前本当にこれできんのかと。で、私自身も、その、チームを、 率いてゲームを作ったことが、それまでそういう経験はなかったので、そのチームの一員として働いてましたけれども、なので、チームを率いつつ試行錯誤もしつつ、でも、皆が面白いと思える形に最終形まず一番核の部分を作らなきゃいけないっていうところにたどり着くまで、すごい時間がかかりました。 Jet Set Radio featured a pioneering graphic style known as cel shading that gives the gamer the impression they are playing within a living cartoon. However, at the end of the 1990s, this was a virtually untried gaming style. もともとそのちょうど 3D がのゲームがどんどん出てきた、いろんなメーカーから出てきたところで、到達点がみんなこうよりリアルな世界を作ろうっていう方向にみんな行ってたんですけど、 なんかそうじゃないものもこう提案できたらなっていうんで、最初にやっぱり日本といえば漫画とかアニメとかそういうカルチャーがやっぱり強いっていうか、ありますんで、なんかそれをなんかこううまく変換したいなっていう、ゲームに昇華できないかなっていうところで、
まあ、いろんな技術 CG の技術とかを研究してるうちになんかぴったりセルシェーディングがまあハマるじゃないかっていう結論になりました。 で結構そうですね、あの当時のドリームキャストでそのセルシェーディングをやるっていうのは、まあ、ものすごいチャレンジ、かつまあたまたまうまくいったっていう言い方は変ですけど、まあ、ラッキーにも再現できてすごい良かったなと思ってます。 Give me a break, give me a break. Once the developers knew the basic gameplay and looked to go for, they then turned their attention to devising eye-catching locations populated by rich and varied characters. まあ今のゲームで、ゲームっていうのは例えばすごいバックグラウンド、まあ、この人はどっから来てどういう家族がいてどういうことを考えてっていうキャラクター作りがまあ普通だと思うんですけど、まあ、その時にそのキャラクターを作る時に考えてたのがもうちょっとその何ですかね、アイコン的なものにしたいな、要するに、まあ、ちょっと人間じゃなくて記号としてのキャラクターっていうのをすごい考えてて、まあ象徴というか、なので、まあ、特に、まあ、全部のキャラクターも好きだし全部のステージもそれぞれ好きなんですけど、それぞれがそのバランスを、まあ、このキャラクターがいるからこのキャラクターがいてっていう、こう相互関係であのキャラクターを作ったなりステージのイメージを作ったので、これが好きですとかいうよりはまあ全体としてそのバランスで成り立っているのがうまくいった。一つは一番まずあのインラインスケートだったりっていうあのグラフィティだったりっていう部分で、あのアメリカの方をまずあのアメリカからすごくあのインスピレーションだったりその文化的な背景の部分であったりっていう部分でこう参考にしている部分があったので、まずアメリカの都市を1個作りたいっていうのがあって、であのゲームの仕立て上こう密度のある街じゃないとダメで、例えばそうだな、ロサンゼルスだったりサンフランシスコはまだありますけど、でもこう高い建物が密集してたり立体的な構造のこう例えばなんだろうな、上に橋があの道路の上にこう線路の橋がかかってたりだとか、そういうような立体的な構造を持ってる街っていうのが一つあのゲームには向いてるので、それをこう考えていくと自然とやっぱニューヨークかなっていうところに、はい、行き着きました。 With New York City as a key inspiration, the development team were keen to introduce graffiti and tagging as a gameplay element. Therefore,they turned to world-famous U.S. graffiti artist Eric Haze for input. When I think about my relationship to graffiti and art in general, it almost feels like it was never a choice. Some of it was right time, right place, in the right city. I was kind of born into graffiti in the first and second generation in the late 60s and early 70s. The music just turns me on.Sega reached out to me to make a contribution to what was then one of the very first graffiti, oriented video games. Most of the work was actually produced already. It was not so much a question of creating work for the game as finding the kind of existing work.Files or base artwork that could then be manipulated and converted within the technology of the game. I made all of the at least initial choices consciously in terms of what I thought would be appropriate for the game. My logo and artwork was also used on the packaging. So I think my role had something to do with endorsing the game, not just making a contribution. This is Tokyo's guerrilla music broadcaster, Jet Set Radio! To further immerse the gamer into the world of Jet Set Radio, the game's soundtrack features an upbeat, eclectic array of music, combining genres such as J-pop, funk, dance, metal, hip-hop, rock, and acid jazz trip-hop. An impressive array of musicians contributed to make such a memorable soundtrack. One of these musicians was Sega's own Hideki Naganuma. Naganuma wanted to compose music that best complemented the style of the game the developers were creating, so his key inspiration came from looking at the characters and environment.
ありますね。あのすごくあのポップでありかつクールな絵だったので、それに似合うあのポップさとかっこよさと、あのあと楽しさをあの曲の中にも入れるように努めました。はい、Let's look at the funそうですね、結構ボイスを多用してるんですけれども、でボイスを細かく切り刻んで順番を入れ替えたりとかして、あの全く意味のない言葉になったりするのを夜中に一人で作りながらケラケラ笑って作ってたりはしてました。はい、Let's get scratchin'。Jet Set Radio is a game crafted by developers and artists full of youthful enthusiasm, fueled with the belief they could do something radically different. They developed a game inspired by distinctive cultural influences that features bright, vibrant characters, slick gameplay, and an awesome soundtrack. And now, 10 years after its first release, Jet Set Radio is one of the most fun, memorable, iconic, and coolest games ever.